ホイミンくんちゃんに熱いものを覚えたマエストロの反応集。簡単な説明、ドラクエ4のホイミンが人間化した。ドラクエ4第一章のヒロイン。初夏になってる！む、いいね。エッチだね。かわいすぎる。スクエニがギアを一つ上げてきた。天才の所業だよ。タフタフいいっすか？ケツナは長くて。さあ、脱ぎなさい。俺は普通だったのに、ホイミンのせいで。ホイの出た！なんだ、このメスガキは。メスは女の子だけの特権じゃないぜ！ついてるだけだろ。少年は特定の年齢層を指す言葉なので少女も少年なんだ。青年じゃなく少年で出したってのが分かってる制作。こんなんスカラバイキルトドラゴラムになっちゃうよ。進化の表現。ホイミンを擬人化したならで一番しっくりくるデザイン。狙ってるけど狙いすぎてない絶妙なバランス。やぼったい丸メガネとくっくらした唇にサラサラヘア。デザインしたやつは変態。このまん丸メガネはフェチ度高い。いい感じの棒持ってるのがいい感じのインモラル感漂わせる。なんでこんなシコデザインにしちゃったの。これじゃベホマラーじゃなくてシコマラーじゃん。こんなもんショタコンホイホイミンじゃん。プルプル僕は悪いスライムじゃないよ。じゃねえよ、股間に悪いよ。この小さなおててや頭身の低さから出る犯罪臭がたまらん。触手が一トンになっちゃったね。警護キャラなのもいいね。こんな可愛い子にチンついてるなんてもうボリッポが服着て歩いてるようなもんじゃん。手と顔しか肌が出てないけど抜ける。なホイミン。俺ライアンかもしれん。うぬぼれるな。人間の悪さに憎さにいっぱい騙されそうな顔している。スライムに性別はないんだけどホイミンは可愛い男になることを選んだということでお願いします。ホイミンの時点でめちゃくちゃ性格可愛いからこんな姿になったらもう。ホイミンについに公式擬人化イラストついたか。デザイン落とし込むのがさすがプロだな。ゆったり大きめの帽子とコートの配色でホイミスライムらしさを出してるのがいいね。なんなら帽子と髪の触手でホイミスライムの衣装。帽子と金髪と丸メガネでホイミスライムのシルエットを残すの天才か。ドラクエさんの僧侶のカラーだこれ。僧侶もホイミスライムだった。顔アップで見たときと全身見たときで両方ホイミンになってるんだな。これマジでよくできすぎてないか。後ろから見たらホイミスライムなんやな。可愛いんやな。正直めちゃくちゃ好みのデザインで困る。おいおいホイミンまで TS かよ。トランス種族。ホイミンのしてみれば性別男だし。ホイミンにも穴はあるんだよな。女の子にも見えるバランス。こんなメス臭いのに少年だって。恩人を探している少年。ライアンさんがノーマルであることを承知の上で可愛い男の体になりたいと。昔4コマかなんかで銀融詩人になっても昔のノリでライアンに抱きつくネタがあった気がするが、この姿だとシャレにならん。もっと青年なイメージだった。昔なんかで見たのは青年だった気もするが、なぜこんな思考、幼い外見に。人間時のグラも汎用ダングラだったしね。女だったと言ってる人は多分他のホイミスライムキャラと記憶が混ざってる。もともと銀融詩人グラだからもっと大人の印象があった。性格は確かに子供っぽいんだが、ゲーム中だとキャラグラを銀融詩人使ってたからな。シュッとした高身長美青年だったはず。でも少年でいいだろ。まああの口調で成人男性になられても困るし。元は銀融詩人でライアン殿に対する感情が重い美青年というイメージだった。ちょっとライアン殿を惑わしそうな美少年になっただけ。モンスターから人間になる奴の元の性別なんか気にしてられっかよ。確実に意識はしてないだろうがクソガキ見本と対になってる感じがしていい。数少ないスラモリファンからの意見です。新作ください。人間としては男だと自認した上でライアンさんをいけない目で見ていそうな感じが見た目から溢れ出してきている。正直キャラクター面のデザインではあんまりピンとこねえなとか思ってたらちょっとストライクすぎるのが来て頭おかしくなりそう。なんだその女の子みたいな服は。男の子が黒タイツ履きますか。黒タイツ履いてる男の子がいたっていいだろ。まあ確かに俺は男の子に履かせるなら白タイツの方が好きだが。ローブ着てる少年っていいよね。隠し上げさせたい。ローブという名目で男の子に自然にワンピース履かせるの好き。ヒノキの棒ですらないただの木の枝持ってるのが地味に愛嬌あってなんか好き。可愛い子は何人いても良いだろう。どんどん増やしな。今日からライアンアンチになります。ライアンに対する嫉妬の情がふつふつと湧いてきた。これはライアンを責められんが。ライアンまだ何もしてねえよ。
この子がライアンにひっついてたら完全にそうとしか見えないじゃん。インランピンクが手を出してないわけないんだよ。ライアンってホモっぽいから男で大丈夫だろ。ライアンって割とスケベな性格じゃなかったっけ？ライアンは真面目な王宮戦士だけど女性に対する興味はちゃんとあるってぐらいだな。露骨なスケベキャラってほどではない。それはそうだけどオスのモンスターに欲情してたら多分それはスケベとは違う何かだと思う。堅物な王宮戦士の正体にたりって感じだな。ライアンが後ろにこれ連れてたら絶対よからぬ感じしかしない。あの戦士堅物だと思ったらいい趣味してんだな。ライアンは無人だから難色も通じてるだろうしな。バトランドは男の国だし。美少年のショタはべらせて旅してる剣士って一周回って中世の騎士様っぽくなったな。ライアン、あの年齢で独身なのおかしいとは思ってたが、マーニャがいても手も出さないのはおかしいと思ってたんだ。見慣れすぎて疑問に感じなかったけど、ムサイおっさんがピンクの鎧まとってるのって相当あれだよね。なんてこと言うんだ。でもライアンが性的にオスを出してる様は最高に見たくない。ライアン、X はジャンプの男キャラ、X と同じくらい見たくない。ライアンは変な気起こさないよ。アリーナやトルネコは利害が一致して一緒に旅してる仲間だけど、ライアンだけは勇者が年派も行かない子供だと知って助立ちするために旅に出るような善人だからな。ライアンさんだったら、オーホイミンセが伸びたな、とか言って普通に受け入れそうな気もする。責任取って配合しろライアン。ライアンはドラクエ史上初めてモンスターを仲間にした男だ。これぐらいいいだろう。ホイミンの受けが良くてドラクエ5で仲間モンスターがっつり扱ってその後モンスターズが生まれたと考えるとモンスターズシリーズの祖とも言えるのか。ホイミン、ホリーが言ってるからな。ホイミンが仲間になったのが楽しかったから5でメインシステムにしたって。おかしい、ホリーさんの性癖ではないはず。現場で何があった？元モンスターなんだからメガネいらなくない？なんだアテメ。おい、こいつから殺していいのか。丸メガネでスライムの目を表してるんじゃない？ビジュアルに5000点ぐらい振ったチャモロみたい。良いチャモロって感じ。チャモロがダメみたいな前提やめろ。良くないホイミン。まあ良いか悪いかで言ったら良くないよりのデザインかなって。チャモロの需要が奪われてしまう。もともと需要ないだろ。本編だと人間になってからはライアンと会ってないけどね。つまりライアンの好みを把握した上であえてこの外見になったってことだな。結局別々に行動するんだっけ。キングレオに勝ち込みしたライアンを見かけて通りすがりの勇者に助け求めたりした。ライアンと別れてから人間になった。五章でライアン不在の時に銀龍詩人の姿でライアン様に感謝してるとお伝えくださいって言ってそれで登場機会は終わり。昔の設定というかなんかにあった設定だと死んでた銀龍詩人の体にホイミンの魂入れた疑似的な人かだったな。僕のことよりこの人の奥さんが悲しんでるから生き返らせて家に返してあげてください。ってホイミンの優しさにマスドラが感動して死んだ人間にしてくれただから全然違う。何度聞いても頭おかしいなマスドラ。ちゃんとした人間にしてやれや。ライアンは強かったからいいけど一人旅から二人旅になる頼もしさ的には発散的頼もしさがあるかもしれない。ホイミスライム擬人化ってなんか定期的にされてるよね。だいたいエッチでありがたい。ドラテンのセラフィも可愛いよ。セラフィとは違う路線でもあり。ホイミン女の子だったらほぼセラフィになっちまう。元ホイミスライムの人間はみんな可愛すぎる。二人しかおらんが。ホイミンといいセラフィといいホイミスライム擬人化の引き出し多いな。オスならホイミン方向に人間になり、メスならセラフィになるとか優秀すぎないかホイミスライム。優秀だよ。5か6でもベホマズン行くから大体強い。ホイミスライムが人になるとどいつも可愛くなりすぎ。バトルロードのこれはいろいろ言い訳できない感じ。まずいバトルロードのカードががエッチに見えてきた。王方恋人面。ホイミスライムは癒す対象がいないと辛抱たまらん感じなのだろうか。ホイミン、お主男だったのか。こんな子にライアン様あってくっつかれたライクラ武人のライアンといえども間違いを犯さずにはいられまい。ライアン様はそんなことしねえ。だがホイミンはどうかな。この見た目でライアンさんへへ呼んでみただけとかやってくれるのか。ただの恋人じゃんこんなの。プレステのホイミンのセリフにやられたプレイヤーは多い。手を出しちゃダメだぞ。ザラキマシーンいらないから本編でも最後まで連れて行きたかったな。ロザリーより可愛いのは問題だと思うよ。ロザリーはあの目が可愛くない。絵の方も離れ気味だけど許容範囲なんだがな。ゲーム内のモデリングがやっぱり惜しい。ホイミスライム時代は3なのに人間になると様呼びだったり何があったんだよお前考えまだにすごい。大人になったんだよ。貴
サロが少年なのにホイミンも少年なのか、時系列はどうなってるの？前日談だと思ってたけど時空歪んでる感じ？もう一つの可能性の物語ってトレーラで言ってるんだし別物だろ。ダイアンへの愛が重い。他のホイミスライムがライアンと仲良くなるの絶対許さないマン。病んでるホイミン。嫉妬深いな。まあこれは事実でホイミンが特別であって、他のホイミスライムは普通に殺しに来るからな。ホイミンだと可愛いけど人間と魔物逆にしたら狂人もいいところだよね。声優はお二枚のお兄ちゃんの人です。ライアンさんはおしまい。CV 鈴鹿とかメリュジーヌの人か。なんでそんな毎回キャスティングが的確なんだ。モデリングのリップがショタのそれじゃない。口元が完全に女性用のグラジェン。ゲーム画面だとよりメスだな。ホイミンそんなにライアンのこと思ってたとは、こういうの好物なのに全く知らなかった。急に欲しくなってきた。ホイミスライムはいつも人間様の味方してくれるな。まあ、オスでも嫁でいいか。まあいいかメスにすれば。おっぱいの大きい子になってちょっとは自分の容姿に自信があるのにライアンさんは依然と変わらず接してくるので嬉しさ半分悔しさ半分のホイミン見たくないの？これで少年を語る少女だったりしたら俺はバトランドを滅ぼす。この子主人公でよかったと思う。ホイミン主人公で人とモンスター仲良くしようよストーリーでよかったのでは。ライアンこの子好き放題できるとか羨ましい。ライアン最低だな。ライアンはホモかよ、ろくでもないゲームになってんな。ホイミンの可愛さのせいでライアンがゲイ疑惑がかけられる流れマジで草生える。マーニャは服着るようになったのにライアンはずっと素肌にピンクの鎧だけってのは LGBT 枠ってことだろ。